はい、いただきます。というわけで本日もやったんでの天の声がお送りいたします。はい、これチョコラッシー、チョコラッシーですよチョコラッシーですけど、まあこれがなんともなんともお手元ね、なんかカレー屋さんにお手元ってなんか変な感じよね。いやー、このさラッシーって何、すげえのな、もう初めて食べたよ、飲んだよ、だすげえ、何ヨーグルトなのこれ、ヨーグルトとチョコを混ぜてんの、やめてほしいわ、全然もうあれ本当に、いや何これ、あそうなんです、しかもね、ナンのバター風味、バター味のナンでございます。150円プラスするとね、普通のナンじゃなくてバターナンに変えることができますね。はい、そしてこちら、本日ランチに来たのでランチセットを頼んでみましたね。はい、出ましたね、さすがでございます。なんかさ、入り口はさマントラって書いてあるんだけど、なんかネットで見るとマンタラなんだよね。これどっち？両方名前あるの？なんかスペルも違うような気もするしさ、なんだろうね。これクミン聞いててさ、クミンって日本語で言うとインド人の脇がですよ。なんでやねんもうさ、俺あんまりクミンって好きじゃないのね。あのなんか本当インド人が 42.195 キロ走って、その終わった後のそのインド人の脇の下でご飯食べてるような感じ。なんでやねんだからさ、まあ癖がすげえなと思うんだけど、食べれますよ、食べれますけど、なんかインド人の脇の下で食ってんなっていう感覚に陥りますあー喉いってちょっとね、なんか先週さエアコン24度の状態で寝たら、なんか喉痛くなっちゃったよ、もうやんなっちゃうよ、もう声が変でしょ、もうターンが切れなくてさ、やんなっちゃう。ちょっとさ、あの何、あこれタンドリーチキン別で頼みましたね。これもそんな辛くなくて美味しかったですよ。そう、あのカレー屋さんなんでね、辛いと思ってさ、おっと豪快に行くなあ。このさ、ちょっと待って、ごま、さっきごま顔についてたでしょ、口に。これごまがいっぱいかかっててさ、口にくっついてちょっとお見苦しいかと思いますが、ご了承ください。わっと落とすしね。これもう脇側を挟んで、なんでやねん、なんで挟んで食べるっていうね、ちょっとアクセントをつけてみました。まあこれはこれでまあ美味しいよね。うん、それでカレーをかけまして、あー2だね。しかもこのカレーさ、あのやっぱカレー屋さんのカレーって辛いじゃない。なんかあの海沿いにあるサンゴ礁もさ、めっちゃ辛いじゃんあれ。だから美味しいんだろうけどさ、カレーはさ、なんか5から分かれてんのかな、マイルド1から2から、マイルド普通2345って分かれてんのね、段階が。で怖いからマイルドにしたの、一番もう普通よりも、まあワイルド、マイルドマイルドとワイルドが被ったの今ねそのあのあれですよ、何喋ろうとしたら忘れちゃった。そうマイルドにしたの。そしたらさ、もう全然辛くないからさ、ほらこれブラックペッパーかけてみましたよ。やっぱあれだね、普通、もうアブちゃんもちょっと辛み耐性がついてきてるから、普通でもいけるかな今後って思っちゃったね。マイルドはちょっとね、お子ちゃますぎたね、辛みがなくてちょっともったいないことしたなって思いましたよね。なんかさ、無性にナンが食べたくなっちゃって、でなんでかっていうと、これダジャレじゃないんだよ、なんでかってダジャレではないんだけど、なんでかっていうと、あの江頭2時50分の映画チャンネル見てて、ナンを使って商店街でいろんなものを食べてみようと、あチキンがうまそう、食べてみようっていうのをやってたのを見たのね。そしたらさ、もうナンが無性に食べたくなっちゃってさ、なんかナンとコロッケ合わせて食べてみたり、そうナンをあの肉まんの肉を詰め、あんを詰めてみたりとかしてね、食べてたんだけど、もう見たらやだ、もう本当やだ。なんでやねん。しかもナンにさアイス乗せて食べてたりしたの、絶対うまいやん、絶対うまいやんな、あんなもん言ったら。そうだからもう
無性に食べたくなったので、今回こちら湘南、藤沢の湘南台にありますね、マンタラだかマンタラだかマントラだかのお店に来た次第でございます。いやでもね、美味しかった。このラッシーはちょっと私は苦手でしたけども、うん、それ以外はね本当に美味しいございます。なんかランチはお酒飲めないみたい、夜なら飲めんのかな。はい、というわけでね、気になった方はチョコラッシー飲んでみてはいかチョコラッシー飲んでみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。